おいデスペラード、てめえ昨日あんな勝ち方で生き返ってんじゃねえぞ。調子乗んなよ。熊本シングルマッチ楽しみにしてる。 KES よ、昨日の一発聞いたぜ。まさに魔法のような一撃だったな。だがな、俺と真田によって支配されたこのベルトがお前ら化け物を食いたがってるよ。熊本でこのベルトに KES が食われる姿をとくと見届けよう。地獄のカウントダウンはもう始まってるぜ。よく覚えとけ。 This is evil Everything is evil。 全ては evil だ。まあ前も言いましたが、インターコンチネンタル王座は必要のないタイトルだと俺は未だに思ってますよ。じゃあなぜ今回失礼しました、王様の持つインターコンチネンタル王座に挑戦するのか。まあ発表されてしまったからっていうのもあるかもしれないけど、でもリング上で言った通り宝物を失ってしまった王様、そして鈴木軍が一体どうなるのか、いや俺は興味津々ですよ。今までインターコンチネンタル王座戦何回もやってますけどね、今までで一番テンション高いですよ。なんせ王様が裸の王様になってしまうわけだからね。そしてもしかしたら鈴木軍で何か動きがあるかもしれないよ。だって王様の部下であるザック・セイバージュニアに俺ニュージャパンカップ1回戦完封負けしたわけだからね。その俺に王様が負けたとなったらこれは一大事だよ。鈴木軍何か起こってしまうんじゃないの。それを見たいね。そのためにもインターコンチネンタル王座、あなたが言う宝物を熊本で奪ってやりますよ。まあ鈴木軍のその後楽しみにチェックしてるよ。アディオス。なんで結局やりてえんじゃねえか。お前は俺から動かなければ何も自分から発することはできない。そう、全て誰かが歩いた後落ちてるものを拾ってそいつに向かって言葉を投げかけてる。ただそれだけだからだ。このシリーズ始まってお前ら思い出してみろ。思い出してみろ。思い出せばすぐ分かるはずだ。内藤よ、さあ口八丁手八丁、次は俺の何を拾うんだ。そう、俺は王様だからな。たくさんのものを落としてやる。全部拾えばいい、拾えばいい。そう、俺の前にそう、これを拾いに足元にすがりつけばいい。そして俺に命を超えばいい。ワンツースリーの前に俺の前で命乞いをすればいい。なあ、お前もか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 。